こちらのお車は BMW 650グランクーペでございます。まずはですね、こちらのお車外装色ミネラルホワイトというですね、非常に珍しいパールが入った、ホワイトのカラー使っている、BMW の6シリーズでございます。そしてですね、2012年式、走行距離は1万3000キロしか走っていないですね、非常に状態良好のお車です。外装面ですね、特に、目立った損傷なく非常に綺麗な状態です。そして塗装面もですね、このミネラルホワイトが映えるような塗装の状態で非常に綺麗な状態になっております。内装はブラックのレザーなので、この、王道のパールホワイトと、ブラックレザーのこの、外装内装の組み合わせのカラーリングですね。はい。そして、日本の道路交通事情に合った右ハンドルの設定のお車になってます。はい。そしてこちらですね、まずタイヤの方ですが、まだ走行距離1万3000キロしか走ってございませんので、タイヤの山まだ全然残ってます。だいたい7分山ぐらいですかね。はい、残っております。そして、性能が非常に高いミシュランの、タイヤ入ってますね。はい。でこちらグランクーペですので、普通のクーペではなく4枚ドアの、設定になっています。大型のパノラマサンルーフも、装着しております。M スポーツはついていないお車なんですけれども、スポーティーな走りにこだわらない、ラグジュアリーな感覚を求めるお客様にとってはですね、こちらのお車もってこいのお車だと思います。どうしても M スポーツになりますと若干、足回り少しスポーティーになったりですとか、そういった部分ありますので、ゆったりですね、乗りこなしたい方は、650のグランクーペ、この M スポーなしの車いいんじゃないかなと思います。で中の方ですね、状態面非常に綺麗です。そして、シックなですね、センターコンソールにウッドパネルですねも使用して、レザーの状態はそうですね、非常に綺麗ですね。ランバー部分のすれなども特にございませんし、ステアリングの状態も良好です。じゃあ後部座席、こちらも状態全く問題ございませんね。ちょっと今運転席のシートが少し倒れてるんですが、このようにですね上げて、この辺ですね、定位置に戻しますとレッグスペース非常に広いです。前6シリーズ、普通のクーペよりもこのグランクーペの方が、使い勝手いいですね。トランクを開けるときは、こちらですね、これを開けると、はい、このように開けますと奥行きが非常に深いトランクスペースです。横もしっかりですね、ここに空間ありますので横にもゴルフバッグ詰めますし、縦にも行けちゃうよと。はい。内装の方に移ってまいりました。じゃあエンジンをかけます。こちらプッシュスタートですね。はい。なんといっても BMW ですね、今、新しくなったこのナビゲーション非常に大型になっておりまして、見やすい作りになってます。操作性も非常に優れておりますね。アクセル踏んでみますね。あ、いいですね。やっぱり640よりかは、こちら650ですので、こう低音が響くといいますか、高速走行メインの方にとってはやっぱり640よりもこの650のグレードの方が全然ですねストレスなく走れると思います。はい。でパドルシフトも後ろですね、こちらプラスマイナスとついております。はい。あとはですね、このモードも変更できますね。スポーツモード、そしてスポーツプラスモード、下に行きますとコンフォートモード、コンフォートプラスモード、あとはエコプロモードということで、いろんなシーンに合わせていろんな乗り方ができる車なんじゃないかなと思います。かなり大型のサンルーフです。開放的ですごくいいですね。チルトアップもできますし、そうですね、できますね。ということでこちらですね、 BMW 650グランクーペでございますが、こちらのお車は弊社のですね顧客様からお下取りでいただいたお車になりますので、素性もはっきり分かっている車両です。そしてですね、つい先日、車検を取ったばかりのお車で、平成30年の6月まで、車検がたっぷりと残っているお車でございます。状態面非常に良好な1万3000キロ低走行の650グランクーペでございますので、皆様からのお問い合わせお待ちしております。よろしくお願いします。ありがとうございました。